増税と円安の影響、アジアンタイヤの選び方と注意点、44本目に対するみんなの反応集。消費税増税や物価上昇、円安の影響で価格が上がっているとはいえ、アジア各国製のタイヤは庶民にとって財布に優しい選択肢です。近年多くの種類のアジアンタイヤが輸入され、ユーザーの選択肢が広がっています。このスレッドではアジアンタイヤに関する情報交換を和やかに行いましょう。ただしタイヤと関係ない生産国畑などは荒れる原因になるので控えましょう。ミネルバがいい。ミネルバのサイドの硬さはどうなの？オートウェイで HIFLIWINTURI216 を注文したけど、雪道は都市1、2回しか走らない。アジアンタイヤの性能についての話。アジアンタイヤの乗り心地や性能についてのコメントで、雪道での性能も試す予定とのこと。雪道でアジアンタイヤを試したけど、急ブレーキや急ハンドルでも滑らなかったよ。ハイフライ意外と良いね。オートウェイで185、65R14 のタイヤを選んだ結果、安い方の難関 EW1 にしました。凍結やアイスバーンでの性能が重要。タイヤはゴム製品で、製造過程で油分が表面に出てベタつくことがある。これがワックスや保護剤と勘違いされることも。新しいタイヤは走って一皮むいた方がハンドリングが良くなる。車のブッシュもベタつくことがあり、タルクやシリコンで保護されていることがある。みんなの反応としては、アジアンタイヤの性能やコストパフォーマンスに満足している意見が多いです。少数意見としては、凍結やアイスバーンでの性能を重視する声もあります。当チャンネルの意見として、消費税増税と物価上昇が続く中、アジア各国製のタイヤが庶民の財布に優しい選択肢として注目されています。情報交換を通じてより良い選択ができることを期待します。ニュースのリクエスト募集中です。取り上げてほしいニュースをコメントで教えてください。